ふおっと、はい、というわけで、今日もやってまいりました、即アップ動画ですね。もう4月に入りまして、まあ、だいぶ仕事の方は落ち着いたんですけども、まだちょっと泊まりっていうのが続きますね。というわけで今日のホテルを紹介しようと思います。開けてみると、ゆーい、ベッドがまず2つあります。そしてなんと和室なんですね。こんな部屋初めて泊まりました。なんとこれでシングル料金でいいそうです。掛け軸がありますね。え、まさかこの掛け軸大丈夫か。まさか自殺があったんじゃないですかね。一応裏を確かめてみましょう。裏にお札が貼ってあったらやばいですね。ああ、大丈夫ですね。何も貼ってませんでしたね。絵は、なんか普通の風景画ですね。まあ、ここは自殺をしたような気配はございません。皆様、ホテルに泊まるときはお気をつけくださいね。絵とかがポイントですからね。お花の絵とかがあるとちょっとやばいです。障子がありますね。まあこれを開けるとこのホテルがどこっていうのがわかりますけども、ちょっと開けてみようと思います。では開けます。オープン！あれ？ビルしか映ってないですね。ででん。お、なんか見たことある風景でございますね。ヨドバシカメラ。そうですね、ここはヨドバシカメラの真向かいのホテルなんですね。しんど。こんなお茶受けが入ってますね。お菓子が入ってるんですかね。あ、お茶でした。はい、というわけで、今日はちょっと広めのホテルを。こんなところに鏡が。こうすると無限地獄じゃないですか。おお、無限地獄だ。バイバーイ。バイバーイ。無限動画でお別れします。じゃあね、バーイ。